イレの時間を休憩時間としてカウントします。こんなただしノリのある会社で働く方から弁護士 .com の法律相談コーナーに質問が寄せられました。ある男性は先非会社で君は問い出に行く回数が多いからその分を休憩とみなすと言われてしまったそうです。男性は休憩がなくなった場合実質9時間休憩なしで働くことになり辛いと嘆いています。またパートで働いている女性は上司から店長からの連絡事項です。トイレは休憩です。お茶をインなら休憩です。そういうものです。休憩間履表にトイレに行った時間の記入をし休憩時間の修正を行ってくださいとメールが届きました。女性の職場のトイレは店外の2階にあるため所要時間はどんなに急いでも6分はかかるのだそうです。このように勤務時間中にトイレを制限することやトイレ時間分の賃金を支払われないことに法的な問題はないのでしょうか。天田圭介弁護士に聞きました。一般論としては会社の言い分は認められないと入れの時間は休憩にというルールに法的な問題はないのでしょうか。今回の相談ごと例で会社の言い分としてはトイレに行く時間は休憩時間であり労働時間に当たらないそのためその分の賃金を控除しようするものかと思われます。休憩時間に当たるかそれとも労働時間に当たるかについては労働者が使用者の指記名データ下に置かれていると評価できるかどうかを基準に判断されます。今回の件ではどう判断されるだろうか。一般にと入れは生理現象によるものですしかつ単時会話で済ませてすぐに尿勤めに戻るものです。そこでトイレに行くとき間は労働者が使用者の指揮命令下に置かれているものと評価でき労働時間に当たると考えられます。したがって一般論としては会社の言い分は認められないということになります。頻度や時間によっては休憩時間となることも一般論ということはそうではないケースもあるのでしょうか。例外的に会社の言い分が認められる場合もあると考えられます。例えば頻繁に長時間トイレに行ったりスマートフォンで遊んでいたり業務と無関係の通話をしたりするなど生理現象によるトイレとは言えないような事実が認められる場合です。このような例外的な場合にはもはや労働者が使用者の指揮命令下に置かれているとは評価できず休憩時間にあたると考えられます。したがって会社が十分な証拠を取得しているのであれば例外的に会社の言い分が認められるということになります。そう場合懲戒処分のか能性もあるのでしょうか。このような例外的な場合には労働契約上の職務専念義務範として注意や懲戒処分の対象となり得ます。実際に業務に支障が生じているのであれ人事考査による評値に影響することもあり得るでしょう。弁護士 .com ニュース取材協力弁護士天田圭介天田圭介弁護士企業による適正な人事労務管理の結果労働者の権利が確保されるとの理念のもと企み5から人事
ロームに席、する多くの相談を受け、ルと共に、主に企業、側の代理人として、佐賀、区の労働事件を手掛け、ている、東京弁護士会、所属事務所名、あまた、総合法律事務所事務所、URL、https、あまだ law.com/上司と、入れは、休憩時間に、けつま、くだろ、休みな、市で働く羽目に、損、名のあり。